伊代ワックスは、日本の陸軍軍人、男爵、貴族院議員、大政翼3回常任総務。最終階級は、陸軍少佐。戦後、永久戦犯として逮捕された。本籍岐阜県。伊田譲陸軍少将の次男として、父の在勤中委員で生まれる。父の死去に伴い1890年1月18日、男爵を就職。慶応義塾。 学習院中等科を経て、1901年11月、陸軍士官学校を卒業、翌年6月、砲兵将尉に任官し、野戦砲兵第16連隊付けとなる。1904年から始まる、日露戦争では、旅順、法天の戦いに従軍。陸士生徒隊付野戦砲兵第16連隊付同連隊中隊長、陸士教官などを歴任し、 1919年4月、砲兵少佐に進級し、野戦砲兵第13連隊付となり、翌月予備役に編入された。同年9月から1922年まで、東京帝国大学文学部で長高生として学ぶ。1929年、貴族院議員に当選、在京軍人の政治団体36クラブに関わる。1935年、 ミノベタツの天皇帰還説に対し、菊池武雄浦と、奇襲両院有志懇談会を作り帰還説敗撃を決議し、岡田圭介内閣を批判。以後ファシズム運動に熱を入れ、体制翼三回発足と同時に常任総務となる。1945年12月、連合国より第三次戦犯指名され、永久戦犯として逮捕され収監。1947年9月、 百放、ありがとうございます。